こんにちは。即歌塾のこうです。まあ、ようこそ、私のオタク部屋へ。まあ、この部屋はね、我が家の中でも、すごく独特な部屋なんですよ。というのが、私の大好きなものがいっぱい詰まってるんですよね。これは、私が中学2年生から高校2年生ぐらいまでの間、最も欲しかったものが、あれからね、30数年の時を経て、やっと手に入ったっていうね、夢の部屋なんですよ。まあ、大好きな漫画もいっぱいありましてね。 東京番長、恐怖新聞、銀河鉄道39、スーパードクター系、それから、そうですね。宇宙人や UFO の本もたくさんあります。あとね、ノンストップ強兵、漂流教室、アラハン、麻雀の漫画ですね。うんと、石原慎太郎の天才もありますしね。DVD だと、少林寺36号ってのがあったり、こちらにはね、 男は辛いよの前作が入ってますね。その他、マイケル・ジャクソンの、えーと、これ、なんだったかな。ライブ・イン・ブカレスト。え、それからこちらね、ムーン・ウォーカーですね。えー、まだまだありますよ。This is It も当然ありますからね。で、マイケル・ジャクソンヒストリーとかあったり。まあ、マイケル・ジャクソンも、やっぱ私の青春を飾ってくれた、あのー、あらゆる場面で、彼の曲が私の頭の中をずっと駆け巡ってますね。 もっと向こうにも360度、もののすすごい量のコンテンテツがありますで、今日はこの部屋の紹介をしたいわけではなくてねちょっと前置き長くなっちゃって申し訳ないんですけどもあの、人生って感動と悔しさまあ、とにかくいろんな喜怒哀楽っていう感情が思い出になって一つの,そのパッケージになってしかも毎日毎日ね新しいページが積み重なっていくもんだと思うんですよ。 でもやっぱり深く心に刻まれたものしか思い出せないと思うんですよね。あの例えば皆さんも中学時代とか、いや、小学校の時代でもいいや、思い出してもらいたいんですよね。あの多分、修学旅行とか好きな子に振られたみたいなことは覚えてると思いますけども、一体毎日何をやったのか、どんなことを勉強したのかってことはあんまり覚えてないと思いますし、場合によっては学校の先生、 の名前ってあんまり思い出せないと思うんですよ。思い出せても2人とか3人とかね。だかそんなもんなんですよね。そのぐらいのことに当時はものすごく心をすり減らしていたんですよね。ちょっと振り返ると甘酸っぱいような気持ちがしますけどもね。で、今日私ね、本当に心に刻まれるような感動する出来事がまたあったんですよ。いや、それはね、あのー、またいつものように土曜日なんでタコ丸さんにたまたま私の母と言ったんですよ。 まあもちろんね、お嫁さんと、えー、マトくんもいたんですけど、4人で行ったんですね。まあそうすると、清美さんと伸トさんが、タコルさんからね、いつものように元気に明るく迎えてくださって、で、まあ千バズルをね、私の方に見せに来たんですよ。私、てっきりね、そのマチコさんの千バズルができましたっていうことなのかなと思って、あ,あマチコさんにこれから送るんだと、この前送ったと思ったんだけど、ちょっと私の勘違いだったかなと思ったんですよね。まあそうして、 ちょっとおどおどしていると清美さんがね私のお父さんにっていうことだったんですよちょっとびっくりしましたね確かに私の父は今月腰の骨のことで入院して手術を受けるんですよ結構難しい手術だと言ってました、うん、でもね精子に関わったりとか半身不随になるみたいなことではなくってあの足がうまく上がらなくなってきたのを腰が なんかね、狭窄って言って、ちょっと骨が潰れちゃってるらしいんですよ。骨が年とともに潰れていくところで、神経が圧迫されて足が動かなくなってきているってことだったんで、じゃあその骨を、背中を開いてパカッとね、またあの、神経を圧迫しない状態にしましょうかっていう手術なんですけども、まああの、うまくいったりいかなかったりみたいなんですよ、これは。あのそれは仕方がないことらしいんですけどね。で、この手術、うちの親父はずっとね、受けないと決めていたんですけども、今回たまたま、ちょっと空きができたっていうことで、 あの新規一転受けることにししたらしいんですよね多分大きな決断だと思うんですようちの父ももう80が見えてますんで今手術してもしなくてもどこまで歩けるのかってところはあったと思うんですけどね、まあ、そこにあの清美さんがねあの私の動画でちょっと言ったのを覚えてたんですよね本当に覚えててくださったみたいでそれから一生懸命選抜鶴を追ってくれたんですよであとになってなんですけども今朝の今朝方のね 清美さんの動画を開けてあ本当についさっきまで追っててくれたんだと思って本当ギリギリ間に合ったというか私が今日土曜日お昼ぐらいに行くっていうのはね毎週のことだったんでそこに間に合うようにいろんなね忙しいところとか清美さん自身もちょっと体を壊されたりとかしてるところに間に合わせてくれたんだなと思うとこれはね私はねあの何と言いますかね いや私ですらそこまでしなかったことをねなんかしてくださってまあ父に対してはこういった清美さんのようなね方がね私の即家塾に在籍してるってことともう何年も前からそういったあったかい心のたこ焼き屋さんたこ丸さんに会話してもらったってことがなんか誇らしくってね私の母に対しても父に対してもうーん。 いや、もう本当にね言うことなかったですねでもっと言うとねこの清美さんのことだけじゃないんですよ日々先日は江里子さんのことがありましたえりこさんと対談させてもらってその後すぐにねいろんな方とのつながりができたってえりこさんが喜んでくださったりとかえりこさんのお仕事の中であのお仕事のランクがあるんですよねでそのランクを上げたいからっていうことで わわざわざ仕事を申し込んでくださったお客様がいらっしゃったりとかしてねエいコさん自身すごく感動されてたりとか、まあ、対談中もちょっと涙ぐんでいたところがあったりとかねこういうふうに本気で生きてると本気で心動かされて私たちのハートは何かね、まあ、純真な幼い頃に戻るんでしょうね、まあ、大人になるといろんな建前とか取引とか書き引きとか我慢とか なんんかそういういいののででね、この感動がすすり減っていくんですよ、だん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 。だだだだからもう何も感じなくなったりとかね本当にこうありがたいんだけどもそんなに深く受け止められなかったりする方が多いと思う中でいや私おかげさまでね毎日ね人の心の奥の奥の本音までぶつけられているような感じがしますこの前の浩司さんの件もそうですけどもあの大晦日のね早朝に大切なその一日を。 私のためにねご夫婦で使ってくだすってほんとたったわずかな時間しかお会いできないところをもう前提でですね愛知から来てくださるみたいなそれこそ私の小学校中学校高校と知り合ったどんな方も大学で知り合ったどんな方も今まで仕事でつながったどんな方も私に会いに自分の時間を割いてくれるなんてことはまあなかなかないですよそれがね浩二さんがここまでね 心尽くくしてくれてれこれもね、本当二2021年、最後の最後に、でかいプレゼント、またもらっちゃったな、というふうに思いまして、本当気持ちよく年末年始、過ごすことができたのと、いや、これもね、私のね、奥さんや、大和くんや、お父さん、お母さんに対してね、私のね、もう誇らしかったです。こんな、こんな人と俺は時間を過ごしてるんだ、人生を共有してるんだと思ったらね。で、まさにこの動画を見てる、あなたもですよ。 一人一人もう名前がキリがないんでお出しできないですけどもね。できないんですけども、あの、私は本当素晴らしい人と人生を過ごしてるなと。この人生というね、果てしない道を歩いてるなと思いまして。なんか本当ね、さっきまで目頭が熱くって、何回撮ってもね、なんか込み上げるものがあって、停止ボタン押してたんですよ。もうそれ停止ボタン押さずに出しときゃよかったですね、もうね。いや、ちゃんとね、気持ちが伝えない、伝えたいなと思ったんで、 あまりにも言葉が詰まるところとかねあのこの鼻,鼻がねむずがやくなってきてこの辺が真っ赤になるんですよねいやあのでもこれでちゃんと伝えられたぞあのー、この2022年、まあ、食家塾食,食家塾食家塾というものにね、えー、思いを寄せてくださってでこの久保哲郎という,う人間にねあのご信頼いただいて気持ちを傾けてくださってね 私も一人一人皆さんに対して心込めてやってるつもりですもう本当に嘘気兼ねなく誰の目をはばかることもなくやってます私は組織にいるわけじゃないし何の忖度もないです誰かに言われて仕方なくやってることもないです本当心の底から自分の気持ちで動いてあなたの皆さんの心に訴えかけているつもりなんですよだからね私ね人生を振り返った時に40歳を過ぎてからの 人生に一日たりとも自分の気持ちに嘘がなかったと堂々と胸を張ってね本当に笑顔で安らかに死んでいけると思いますねまあその日はまだまだ先だと思いますだけども今からねこの人生絶対に守っていくぞっていう気持ちがありますし私につながる家族やそして熟成さん多くの私の視聴者さん皆さんにもこの正直で生きることのねこのすがすがしさとか堂々と生きることの なんかその豊かさっていうんですかねそれをもっともっと伝えていきたいなと思いますねそのためには私が心の底から真正直に生きていった方がいいかなと思いますしねなんかね本当皆さんに生かされてるなと思いますよこれお互い様かもしれませんけども私はね特にね皆様によって許されて生かされて期待されてなんかねいろんなものを 分けててもらってるなと思いますね本当に日本にはいい言葉があります全ての思いを「ありがとうございました」とこの言葉に込めることができますからね「ありがとうございました」を一番最初の「あ」から一番最後の「た」まで私の人生の0歳からね最後の何歳か分かりませんけどももう尻尾の尻尾まで全部これに詰まってます、まあ、本当にありがとうございました 長いことを話しましたけども、私が言いたいのは、まあ、ありがとうございました。<laughs> ということでございます。今日も感動させてもらいました。あ今日はね、清みさん、本当ありがとうございました。のび太さんにもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。オタク部屋から、即座塾のここでございました。